なケーキだね。お姉ちゃんのために弟くんが用意してくれたの。愛を感じちゃうな。ちょっと待ってください、お姉ちゃん。私たちも手伝ってますよ。こことかここもです。しずるちゃんへの感謝の気持ちを込めてね。だってお邪魔じゃなければいいんだけど。そんなことないよ。ありがとうね、マスターミノちゃん。弟くんにはこの後たっぷりと付き合ってもらうから大丈夫だよね。お姉ちゃん、誕生日だからってずるいですよ。よし、なかなかうまく描けたよ。でも弟くんへの愛を表すにはまだちょっと足りなかったかな。そういうのは今はいいですから。でもお姉ちゃん美人で頭よくて強いのに絵まで上手いんですね。まさに文句上等ってやつですよ。それを言うなら文武両道だね、リノちゃん。でもまあ、マスターとして私も鼻が高いよ、なんてね。もう二人とも、褒めても弟子以外には何も出ないよ。弟くんからの愛が詰まったケーキ、お姉ちゃんのためだけのプレゼント、嬉しくてたまらないよ。ありがとうね、弟くん。二人きりの誕生日か、なんだか胸がドキドキしてきちゃった。これから何しよっか。今日はお姉ちゃんの誕生日だから何でもお願い聞いてくれるよね。一日中弟くんを独り占め。まずは一緒にケーキを切り分けよう。さあ一緒に剣を持って。お姉ちゃんと弟くんの愛の共同作業だよ。その後はあーんして食べさせてあげる。弟くんに呼び出されちゃうなんて胸がドキドキしちゃうな。弟くんたらもしかしてお姉ちゃんに甘えたくなっちゃったのかな。やっぱりお姉ちゃんがいないとダメなんだから。あ、弟くん、お待ちかねのお姉ちゃんだぞ。今日は何の用かな。呼んでみただけでも全然いいんだけど、弟くんのお願いならお姉ちゃん何でも聞いて。お姉ちゃんをお祝いするために。うん、弟くん、お姉ちゃん感激だよ。弟くんのお姉ちゃんとして生まれてよかったよ。ん、不思議そうな顔してどうしたの弟くん。お姉ちゃんは弟くんのお姉ちゃんだよ。生まれたその時からずっとね。弟くん、ありがとう。お姉ちゃんとっても嬉しかったよ。これからも優しい弟くんのお姉ちゃんでいさせてね。え、目を閉じたらいいの？弟くん、お姉ちゃんドキドキしちゃうんだけど。あんまり大胆なことはお姉ちゃん困っちゃうぞ。このまま口を開けたらいいの？甘い。これクレープ？
弟くんの手作りなの？口の中が幸せでいっぱい。弟くんの愛の味だね。弟くん、ありがとう。お姉ちゃん、とっても嬉しかったよ。これからも優しい弟くんのお姉ちゃんでいさせてね。自身がプレゼントってことだよね。じゃあ今日はお姉ちゃんが弟くんに甘えてもいいかな。頭なでなでしたり膝枕したりぎゅーって抱きしめてくれる？弟くんの愛をフルコースでお願いしちゃうよ。弟くん、ありがとう。お姉ちゃん、とっても嬉しかったよ。これからも優しい弟くんのお姉ちゃんでいさせてね。